その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。支払われました。奪われた土地を取り戻すため、この栄えある作戦を遂行するために、心臓を捧げよう。心臓を捧げよう。巨人は不死身じゃない。後頭部より下、うなじにかけて大きく損傷すれば再生することなく絶命する。巨人殺しの英雄、四季島隊長。最も有効なのは立体機動装置。ミカサだよね。世界は残酷。無理だ、勝ち目なんかねえんだよ。本当の敵はな、巨人じゃない。この世界の真実を知りたいんだ。僕たちが失敗したら、それで人類は終わる。巨人が巨人を攻撃した。ヘレン、行くぞ。人類最後の希望です。こんなの初めて。